くれた。よく来てくれた。仲間は私をバンスと呼ぶ。私は家を求める疲れた旅人と見捨てられた人々を率いている。私に会いに来たのはどういった目的でかね。話が見えない。よし殺そう。ないわ。ひどいな。ここは今まで見たどの居留地とも王国となる。そんなに見てない。ここはどういう場所だ。ここは虐げられ誤解された者たちの最後の希望の砦だ。虐げられた人々の聖域であり信仰の拠り所なのだ。続けさせよう。我々は世の中から捨てられた存在だ。その割には入り口にグールを配置するとは卑怯な連中め。仲間をここに連れてきたのはウェイストランドの灼熱砂漠の下で仲間を守り私のやり方を教えるためだ。科学者は我々を変人と呼ぶだろう。世の中は我々に化け物、悪魔、汚いというレッテルを貼っている。どういう意味だ。人間は我々の絶滅か改心を求めるが、改心というと我々に問題があるから排除する必要があるというニュアンスだ。この人人間じゃないの。私の教えは我々が何とか生きていくための方法だと思っている。吸血鬼じゃないのなら吸血鬼なの。あんだら血を飲むんだろ。バンス病気だな。話は終わりだ。あんたたちを全滅させるために来た。ひどいわ。もう吸血鬼じゃないのならこれからなんて呼べばいいんだ。人間が心を開いてくれるとは素晴らしい。もっと客観的に物事を見られるようにしてやろう。我々はもはや変人ではない。獲物の血を飲んでいるだけだ。いや、ないだろ、それ。遊びに付き合う時間はないバンスと言ってこう銃を突きつけたいものですね。わからん。知るか。では、その謎は自分で解き明かす。儀式では、ファミリーの一人一人が掟を読み上げる。心に留めて実行するのは彼らだ。この掟を知れば我々の真の姿がわかるかもしれない。血が見えてきたが変人だ。殺そう。待て、落ち着くんだ。あ、なんかパスワード手に入りましたよ。この世界変人ばっかりだからもう。にとって完璧な日常だった。アメリカ国民よ、一つ聞かせてほしい。こんにちは。どれだけの子供たちが同じことを言えるのだろう。会ったことはないよな。アランだ、ご用は何だい。あんたたちの掟を教えてほしい。また、その質問にはちゃんと答えがあるんだ。バンスがそれを言えって彼の教えの中にあるんだけど。そうだ、三つ目の掟は吸血は快楽にあらず生きるために飲め。そこに尊厳がある。あ、危なかった。また忘れるとこだった。全然浸透してない。イアンウエスト探している。俺にはそれに答える権限がないんだ。新米なんでね。ジャスティンがイアンと話したがってる。ご機嫌を取るつもりかな。ジャスティンに聞けよ。ジャスティン、ここは家と呼んでもいい場所だ。俺みたいなやつを迎え入れてくれた唯一の家だ。ある問題を抱えているとバンスに認められれば誰でもファミリーの一員になれる。また会えるさ。我々はかつて未来を築くことを共通の価値としていた。親愛なるアメリカ国民よ、そろそろお別れだ。すごいな。やるべき仕事が大量にある。そしてエンクレーブは決して休まない。あなたにあるのはお金。私には、まあ私のこと知らないとは驚きね。ブリアナ。私ブリアナ、ここの男どもを取り仕切っているの。まあ独身のやつらをね。自信満々だな。起きて教えてくれ。みんなが共有スペースに集まったらバンスが演説をして、そして各自一つずつ起きてを言うの。私のは子供を授けず追放者を歓迎せよ。これが我々の定めである。かっこいいでしょ。いかにも子供作りそうじゃん。バンスが瞑想させているけれど
誰もそこには入れないってことになっているの。かわいそうに、他に友達がいた方がいいのにね。掟よりも値段を聞くべきだろう。ちょっと待って。そんなつもりじゃないです。自分が彼の友達になってもいいんだ。いいこと言うわね。でもイアンの居場所を教えたら、バンスは私の可愛いお尻を蹴って私を追い出すのよ。教えられないわ。いいえ、言ったでしょ。バンスが瞑想させていて、誰もそこには入れないことになっているって。結局こんなところに来ちゃうなんて思いもしなかったわ。だって見てよ、暗くて薄汚くて、女っ気まるでなしよ。 お前はなんだ。でもバンスに告げ口しないでね。合衆国のこっち側で一番クールなギャングかしら。バンスのルールということさえ守れば、あとはほとんど自由に振る舞えるわ。バイバイ、可愛い子ちゃん。値段聞くべきやったか。姉であり、叔母であり、友人であり、隣人でもある。そしてエンクレーブもまた私自身である。暗い。大統領として。あ、ジャスティン発見。民主主義を管理するのは私の責任だ。ファミリーは全員馴染みだと思ったんだけど、あんたは知らないな。バンスが新しく入れた人だね。俺はジャスティン。ここではまだ知りません。あんたたちの掟を教えてほしい。バンスの決め、一人に一つずつあって、共有スペースに集まった時は大声でそれを暗唱しなくちゃならない。ちょっと変だけどね。俺の掟は4つ目のやつだ。あー、なるほど。太陽の光を追うな、影のみを抱くべし。もう覚えてないぞ。反対が訪れる。イアンだって。イアンに何の用があるんだ。彼は家に帰らないといけない。家族が死んだんだって。あの傷跡ってこいつらがやったのか。イアンがやったのか。どうしようかな。31% かけるか。奴をここに追い込んだのはよそ者的な考え方だ。失敗したわ。助けになれないね。知ってるよ、本人から聞いた。驚いたかい。イアンは現場に居合わせたけど止めようとはしなかった。どうしたかは分かるだろう。奴の居場所はここだ。俺たちの一員なんだ。それを否定しないでくれ。いや、特にない。ただ瞑想中は邪魔するなってバンスが言ってたな。どうしてそんなことが分かるんだ。俺と同じように奴に接してみれば俺たちの一員だということが分かるさ。ほう。イアンは俺を信頼している。俺たちには絆があるんだ。多分俺は奴にとって唯一の友達なんだ。なんかこいつ殺しそうな、戦うことになりそうだな。バンスによるとここはメレスティだ。海の向こうにルーマニアというところがあって、そこにある町の名前にちなんで付けられた。で、誰を殺せばいいんだこのクエは。誰も殺さなくて済むはずさ。俺は未だにリベットシティでガードの連中にぶちのめされていただろう。あ、またリベットシティの話が出た。そうかい。じゃあな。邪魔したね。実用的かどうかを知るための最も確実な。左から234って感じなのかな。カール。おやおや、店に客が来たのは久しぶりだな。前に来たやつはちと手ごわくて。わかるよな。起きて。バンスがバルコニーに立って説教師のように大口を叩き始めると吐きそうになる。でもここの土地を守るためにはやつの許可が必要だった。やっぱり5番目。それでやつの第五の掟を勉強した。仲間を殺すなかれ、敵のみ殺害しろ、これが正義であるな。バカバカしいだろ。子守にでも見えるのかよ。どこにいるか知らないさ。万が一知っててもお前には教えないな。リスナーがだんだんウィストランドに侵されていく、毒されていく。お、力を重ねなら痛い目に合わせてやる。うりゃー。ついに。あ、やべ。この場所に肝っ玉座ったやつが現れたぜ。いいのか、大丈夫か。
これがあの小さな弱虫の部屋へ行くパスワードだ。言ったやつにガツンと常識叩き込んでくれるか。成功した。他に知ってること。いやん、それしか言えないのか。まったく。俺が店番してる時にまた来な。キャップはちゃんと持ってこいよ。ここには施し物はないからな。あ、そうなんだ。ここは俺の書場なんだ。何か買いたいんだったら買ってくれ。だが無駄口を叩きに来たんだ。売ってくれないって言ったじゃん今。敵に回したくないナンバーワン。それだけは確実だな。そんなこと言うなよ。どっちだよ。5番目、6番目は、あ、寝れる。あ、そうだよ。危ない危ない。落ちる。なぜアメリカはこうなってしまったのだ。